Teams から課題を開こう。まずは Teams にアクセスして音楽クラスのチームを開きましょう。チームを開くと投稿タブが表示されます。先生が課題を出すとこの投稿タブにお知らせが表示されます。取り組みたい課題のお知らせをクリックしましょう。お知らせをクリックすると課題の提出期限や 取り組み方法の説明などを確認することができます。ファイルをクリックしましょう。フラットへ自動で移動します。フラットでも課題の提出期限や先生からの説明を見ることができます。課題を開始するボタンを押してください。課題の取り組みページが開きます。先生からの説明に従って課題を完成させましょう。